日本にプロ野球が誕生して約90年、さまざまな歴史を経て現在のセパ12球団にたどり着くまでに数多くの球団が生まれ消えていきました。球団が誕生するたびに新しい名前が付けられましたが、中にはこれはまずいというネーミングも。そこで今回は球団名変更に失敗したケースを5つピックアップしてご紹介します。チーム名のスラングを知らなくて失敗。1950年に発足した国鉄スワローズは東京ヤクルトスワローズの前身球団の一つで、当時の国鉄を代表する特急ツバメ号をもとにスワローズと名付けられました。1965年、産経新聞とフジテレビが球団を譲り受け、産経スワローズとして新たな球団が発足。翌年にはテレビで人気だった手塚治虫氏原作のアニメ鉄腕アトムを球団キャラクターに採用し、産経アトムズと名称を変更しました。ホームユニフォームのデザインは当時のグラフィックデザイン界の第一人者亀倉優作氏に依頼。胸のアルファベットによる球団名は全て小文字で、現在もデザイン性の高さが評価されています。ちなみに英語でアトムには何かの小さな破片という意味があり、さらにスラングではおならを意味します。日本語でそんなことはへでもないというようなニュアンスでしょうか。そのためアメリカで鉄腕アトムがテレビ放映された際にはアストロボーイに名前が変更された経緯があります。1969年シーズン開幕前、ヤクルト本社専務取締役の松園久美氏がオーナーに就任。球団名は産経の文字を消してアトムズ、つまりシンプルにおならになってしまいます。スラングを知る人からすると、順位表で読売ジャイアンツや阪神タイガースと並んでおならという謎の球団が存在する奇妙な状態に移ったことでしょう。翌年に入るとヤクルトが単独経営権を取得し、ヤクルトアトムズに改称。そして1973年、鉄腕アトムの商標権を持つ虫プロダクションから再契約の申し出があったのを機に愛称の変更を決定します。一度はヤクルトジャガーズに決まりかけましたが、ジャガーはトラよりも弱いという意見が出て却下。他にもエレファンツ、ファイヤーマンズなども候補に上がっていました。さらに1972年、上野動物園で2頭のジャイアントパンダの飼育が始まり、全国的なブームになったことからファンダーズも有力候補だったそうです。もしヤクルトパンダーズに決まっていたら、ユニフォームや球団化がどんなものだったか思わず想像してしまいますね。最終的に松園オーナーが、可愛さがあり古いファンにも郷愁を呼び起こすと国鉄時代の愛称だったスワローズに決定し、現在に至っています。球団名のスラングが放送禁止、1年で改名。福岡ソフトバンクホークスの前身球団の一つ南海ホークスは1938年に南海軍を名乗り、第二次世界大戦中の名称は近畿日本軍でした。戦後1946年に8球団でプロ野球が再開された際には近畿グレートリングと名乗ります。鉄道会社の球団であることから、グレートで偉大な大きな、リングで車輪をイメージしたといいます。近畿グレートリングは兵役に出ていた鶴岡和俊が内野手兼任監督として復帰。シーズン終盤の巨人の追い上げを振り切り、リーグ制覇を達成しました。足を絡めた攻撃で無類の強さを誇った近畿グレートリングでしたが、観戦に来た駐留米兵は球団名を聞くたびにゲラゲラ笑っていたそうです。その理由は愛称のグレートリングが公の場で口にするだけで軽蔑される類の性的なスラングだったこと。また近畿は英語ネイティブにはキンキーと聞こえ、その意味は変態。指摘を受けた球団は翌年球団名を公募し、南海ホークスに変更。グレートリングの名は1年で消えてしまいましたが、ホークスの愛称は現在まで引き継がれています。球団名が長すぎて中途半端に短縮される。九州福岡に本拠地を持ち、1950年代から60年代にかけて黄金期を築いた西鉄ライオンズは1972年オフ、成績不振と経営難を理由にプロ野球から撤退しました。同時期に東映フライヤーズも身売りを検討し、残った4球団でパ・リーグを存続させるのか、セ・リーグと統合して1リーグにするのかなど、さまざまな意見が交わされ、球界は大きく揺れていました。そんな中、パ・リーグの岡野佑会長から事態の収拾を任されたロッテオリオンズの中村長義オーナーは、西鉄の身売り先として、ペプシコーラに話を持ちかけます。しかし、ペプシコーラはプロ野球に参入せず、
その後に接触したパイオニアにも断られた中村氏は、自ら球団を買い取ると決意し、福岡野球株式会社を設立。資金援助を太平洋クラブに依頼します。太平洋クラブはゴルフ場などのリゾート開発を手掛ける会社で、球団の命名権を得て太平洋クラブライオンズが誕生。1973年に西郷輝彦氏が歌った球団歌君こそライオンズには、日焼けた顔によく似合う君が着ているユニフォームという歌詞がありますが、太平洋クラブ時代のユニフォームには背番号が背中と胸の両側に書かれているものがありました。このユニフォームは残念ながら不評で、他球団の選手からアメフトでもやるの?とからかわれる始末。さらに1975年には仮面ライダーシリーズの曲や科学忍者対ガッチャマンの主題歌などを歌った志門正人氏が球団応援歌僕らの憧れライオンズをパワフルに熱唱。試合でチームがピンチになると仮面ライダーが助けに来てくれると思った子供たちもいたようですが、ライダーは一向に現れず、チームの成績は低迷。1976年オフには球団の命名権をクラウンガスライターが買収することになりました。現在でも京セラドーム大阪のように球場の命名権を得て企業イメージや認知度の向上を意図するケースがありますが、その先駆けといえます。こうして誕生したクラウンライターライオンズ、本当は社名を全部入れてクラウンガスライターライオンズと名乗りたかったようですが、長すぎるという理由で社名を省略されてしまうことに。クラウンライターライオンズが存在したのはわずか2年でした。1978年オフ、球団は国土計画に売却されて西武ライオンズが誕生。本拠地も埼玉に移転し、新たな黄金時代を築きます。これまでのところ球団名にライター会社の名前を使った唯一の例となっています。監督のあだ名から球団名が誕生。オリックスバファローズの前身球団の一つ大阪近鉄バファローズは、球団発足時近鉄沿線の伊勢志摩地方で真珠の養殖が盛んなことから近鉄パールスと名乗りました。上品なネーミングでしたが、パールス時代の9年間は弱く、パリーグのお荷物球団と呼ばれていました。球団は1958年オフ、巨人の2軍監督だった千葉茂氏を監督に招き、チームの強化を図ります。新しい愛称も一般公募、フェニックスやイーグルス、さらにモージューズ、ずっと最下位だったことを皮肉った尻尾を意味するテールズもありました。最終的に千葉市のニックネームである猛牛を英語にしたバファローから近鉄バファローに決定。当初は単数形でした。千葉市は親友の芸術家岡本太郎氏にチームの象徴となる猛牛のデザイン化を依頼。この時誕生した猛牛マークは現在も高い人気を誇っています。強い覚悟を持って監督に就任した千葉氏でしたが、チームの体質はなかなか変わらず、監督時代の3年間は全て最下位に終わり、責任を取って監督を辞任。球団はこれからは全員が猛牛にならないといけないとし、チーム名を複数形のバファローズに変更。2004年にオリックス球団と合併後もバファローズという名前は引き継がれています。企業名の認知度アップが目的。10ヶ月しか存在しなかった球団。1973年1月、北海道日本ハムファイターズの前身球団の一つである東映フライヤーズが、不動産業やレジャー産業を営む日卓ホームに買収され、日卓ホームフライヤーズが誕生します。1965年に創業した中堅企業日卓観光は、住宅販売ブームに乗って日卓ホームに改名。西村明義社長は好きな野球を発展させたいと意気込みを語りつつ、球団を持つことで様々なメディアが自社名を取り上げるので宣伝効果が見込めるとも述べています。当時パリーグは全校規制を採用しており、前期は5位で終了。球団は後期を迎えるにあたり、話題作りのために7色のユニフォームを用意。当初はローテーションで着る予定でしたが、勝った試合に使ったモデルを土橋正幸監督が験担ぎで何度も着回したため、カラーによって登場回数に偏りが出ることに。公式戦で着ないまま終わったモデルもありました。当時の用具係は監督の意向で翌日のユニフォームが7種類から選ばれるため、遠征時は準備で大変だったようです。後期は3位に躍進したものの、11月に球団は日本ハムに売却され、わずか10ヶ月で日卓ホームフライヤーズは姿を消しました。一方で最大の目的は宣伝効果で、1シーズンでの球団売却は最初から計算されていたのではという説もあります。
ちなみにフライヤーは英語で飛行物体、快速で走るものといった意味があり、アメリカの特急列車の愛称ザ・フライヤーからヒントを得たネーミングでした。しかし他にチラシや広告という意味もあり、日卓ホームにとってはこちらの意味のフライヤーズだったのかもしれません。というわけで今回の動画は以上になります。他にも球団名の変更に失敗したケースについて、あなたが知っている情報があればぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。